現在のニューヨーク市地下鉄とスタテンアイランド鉄道の路線図。ニューヨーク市地下鉄の駅一覧は、ニューヨーク市地下鉄にある駅の一覧である。現在、ニューヨーク市地下鉄は、ニューヨーク市のマンハッタン、ブロンクス、クイーンズ、ブルック人の4つの区を走っており、メトロポリタントランスポーテーションオーソリティの下部組織である、ニューヨークシティトランジットオーソリティが運営している。 年間528万4000人もの乗客が利用し、世界で7番目に乗客の多い地下鉄である。地下鉄の路線網は、もともと3つの会社によって運営されており、1940年に合併した。1953年には、現在のニューヨークシティトランジットオーソリティが設立され、現在に至っている。ニューヨーク市地下鉄の駅は、 現在469駅あるが、32のステーションコンプレックスと呼ばれる駅の集まりが存在し、これを1駅と数えると422駅である。また、閉鎖されている駅もいくつか存在する。その例にブロードウェイ、7番外線にあるコートランドストリート駅があり、アメリカ同時多発テロによって閉鎖された。地下鉄路線網のうち一番新しい駅は、 2015年9月13日にオープンした34丁目ハドソンヤード駅である。または他にも IND2 番外線建設に伴い第1期区間に3つの駅の新設を計画している。IND2 番外線は長らく計画延期になっていたがアメリカ合衆国でも最も混雑する IRT 歴ントンアベニュー線の混雑緩和のため建設再開された。 新駅は2番街の72丁目、86丁目、96丁目に完成予定である。同名の駅もある。例えば、125丁目駅は IND8 番街線、IRT ブロードウェイマイナス7番街線、IRT レノックスアベニュー線、IRT レキシントンアベニュー線の4線に存在する。フラッシング線のブリスストリート駅多くの駅には、 地上とホームの間に1フロアがある。ここで多数の入り口から入った乗客はそれぞれのホームへ行くことができる。多くの通過路線もあり、到着時刻などは案内板に表示されている。急行がある駅は線路が2本ある。急行はほとんどの路線に走っており、時間によっても有無が異なる。主なホームの形式の例、上記以外でも4本の線路がある駅で中央が 急行用の島式ホーム、両側が確定用の相対式ホームになっている駅も、少数存在する。急行、各駅停車の列車ごとにホームを分けることで、列車の間隔が短くなることや、混雑を防いでいる。さらに、駅によっては、停車場所の回数が異なる場合もある。下記はその主な例。中標のは、メトロポリタントランスポーテーションオーソリティの駅数、は、 ステーションコンプレックスを一つの駅として数えた場合の駅数はステーションコンプレックスの駅数である。ニューヨーク市地下鉄には多くの同名の駅が存在する。これらは各路線によって見分けられる。下記は同名駅の一覧である。ステーションコンプレックスを形成する同名駅はでくくっている。また閉鎖された駅については取り消し線をつけている。下記は 平均利用者数の多い上位10駅の一覧である。ありがとうございます。